んこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です、本日はですね、耳コピするための極意ということで、結構ねレッスンとかでも質問が多いし、YouTube のコメントとかなんかいろんなコメントとかでも、耳コピーってどうやってやるんですかとか、耳コピーのやり方がわかりませんみたいな、なんかそういう、質問っていうのは結構いただくんで、今回それにお答えするべく、極意を、お伝えさせていただこうと思います。で、早速なんですが、第一の極意っていうのが口で歌うということですね。口で歌う。これ僕のね、レッスン動画を見てくれてる人とか、僕の教則本を見てくれてる人ならわかると思うんですけど、至るところに、パターンを口で歌って、頭でしっかりとイメージして練習しましょうみたいな。なんか口で歌うことの重要性を、僕はいろんな動画とか、本とかでも言ってるんですけど、なぜ口で歌うのがそこまで重要なのかっていうのを、一回ちょっとこういうことで、ご説明させていただきますね。これね、英語なんですが、これなんて言ってるか、ちょっと一回聞いてもらっていいですか？McDonald's。 もう一回いきますね。 McDonald's。 これなんて言ってるか分かりますか？知ってる人もいるかもしれないんですけど、これ正解はこう言ってるんですよ。マクドナルド。マクドナルドなんですよ。マクドナルドって英語で言うと McDonald's っていうらしいんですよ。びっくり、全然違いますよね。マクドナルド、マッダーノ、全然違うやんみたいな。なぜこういう話をしたかというと、これ英語を勉強するときになんかそうらしいんですけど、自分が発音できない音っていうのは聞き取ることができないんですって。英語でリスニングを鍛えるときは発音を鍛えるらしいんですよ。発音を鍛えることによって自分が発音できる音を聞き取れるようになるんですって。初めて今ね、こうマッダーノって聞いた人もいると思うんですけど、これね、今口で言ってみてもらって、マッダーノって言ってもらって、で、ある時例えばね、こう街で外国人の人が、ダーノみたいな感じでこう会話をしてたのを聞いたら、あ、マクドナルドの話してんねやなみたいな感じのことをなんか分かるようになると思うんですよ。なんかマクドナルドの話してるっていうのが聞き取れるようになるのと同じで、そのドラムもね、同じようにこう通じるものがあって、例えば曲を聞いた時に、その自分が口でタントンタカトンとかドンツクタンツカツカツンタンみたいな感じで歌えてると、なんかそういう音が聞こえてきた時に、なんか、あ、こういう風に叩いてるなっていうのがイメージできるようになるんですよ。そう。だから、パターンを口で歌うっていうのは、非常に大事です。で、口で歌えることによって、頭でイメージできて、演奏できるようになるんですね。で、逆に言うと、口で歌えてないパターンっていうのは、頭でイメージできてないんで、で、その状態で、例えばその楽譜を見たりすると、手順を一から追っていくことになるんですよ。ズン、ズン、ズン、ズン。で、追っていくことになるんで、これはね、非常に効率が悪いです。こう、音のイメージができてないまま手順を追っていく感じになるので、音をできるだけ口で歌って、全体像をイメージして、そして叩き始めると、だからスッとね、体に入ってくるし、ちゃんとその音楽の中でも扱えるようになるということなので、口で歌うというのは非常に大事な項目となります。そして、二つ目。基本的な手順っていうのをしっかりと練習しておくっていうことが大事になってきます。なので、ナチュラルスティッキングって言われてるものとか、あとルーディメンツって言われてるものを、手順をしっかりと体に染み付かせておくっていうことが大事になってきます。ナチュラルスティッキングっていうのは、例えば、タカタカの4発叩くうちの2発目が抜けたタンタカっていう音符やったとしたら、抜けた音の手順をそのまま抜いて、タンタタ、右左みたいな感じで、その抜けてる音の手順をそのまま抜いて、演奏するようなことを、ナチュラルスティッキングって言ったりとかするんですが、その手順をしっかりと、マスターしておくと、例えばその曲を聴いてフィルがトゥントゥクトゥクトゥンってこうなった時に、あ、これこの手順やなっていうのがスッと体に入ってくるんですね。で、音だけイメージしておくと、そのタンタカタカタンが一体どういう風に叩いてるかっていうのがわからないんで、手順をマスターしておくと、なんかトゥントゥクトゥクトゥンが、これこういう手順やなっていうのがスッと入りやすいし、そのすぐにその演奏としてアウトプットできるようになるんですよ。で、ルーディメンツもマスターしておくと便利なのが、結構ね、曲中に、パラディドルとかダブルパラディドルとかフラムとか、いっぱい使われてるんですけど、なんか結構複雑なパターンをやってるやつとかってあるじゃないですか。なんかいわゆる上手い人フレーズみたいなこの人上手いなみたいな人が使ってるようなフレーズっていうのはルーディメンツを応用してることが多いんですよ。だからなんか何やってるか全然わからへんわっていうのでも、そのルーディメンツを知っておけば、あ、これパラディドル使ってるなとか、フラムパラディドル使ってるなとか、あ、これパタフラフラやなとかっていうのがわかるようになってくるんですよ。ややこしいやつでも、その
その音と手順がイメージできるようになるので、まあ、基本的なその手順、ナチュラルスティッキングや、まあ、ルーディメンツなどの、まあ、基本的な手順ですね。アクセントとかもそうだと思いますけどね、まあ、基本的なスティックコントロールっていうのを、まあ、しっかりと練習しておくっていうのが、耳コピで、音を聞いてパッと演奏するために、非常に重要かなとは思いますかね。そして3番目は書くということですね。書く、まあ書くって言っても、まあ楽譜を書くっていうよりかは、見える化するということですよね。だから頭で、曲を聴いて頭でイメージしたものって結構ね、ぼんやりしてると思うんですよ。なんかイメージでふわふわっとしてるものを、もうカタカナとかでもいいんで、タカタンタカタンとか、ツッツッタツッツッツッタツみたいな感じでもいいんで、まあ自分がわかるように、書くということが大事ですね。で、見える化して頭の中を整理して、で、手順を思い浮かべて、まあ叩くということですね。まあそういう時にこう楽譜が読み書きできてると、まあ便利かなと思うんですが、まあこれもね、よくある質問なんですけど、楽譜の読み書きが全然できませんと。で、楽譜の勉強をしてから書いた方がいいですよねみたいな感じのことを言う人がいるんですけど、これ逆なんですよ。逆で、わからないけど書いていくことによって書けるようになるんですよ。まず書き始めることによって理解できるし、書けるようになってくるし、読めるようになってくるんですよ。4分音符、8分音符、16分音符、普天8分音符、よくわからへんけど、まあ自分のわかる範囲で、ちょっとずつちょっとずつ、その、何、ね、バンドスカウトとかを参考にしながら、その4分音符ってこういう時に使うよなとか、16分音符の書き方とか、タンタカの書き方とかを、まあちょっとずつこう練習していくことによって書けるようになるんですね。頭の中でイメージしてるものを見える化する、書くっていうことは大事やし、まあ書くことによって音符の読み書き、絶対できるようになるんで、中卒の僕が言うんで間違いないです。中卒の僕が、理解できるんで、絶対理解できます。安心してくださいということで、まあこれが、耳コピーするための極意3点ということなんですが、もう一つちょっとねお伝えしておきたいのが、結構ね耳コピーで大事なのが、奏者の叩いてるニュアンスを耳で聞いて自分なりに消化して、で出すっていうことが大事なんですよ。だからしっかりと聞き込んで、こういう体の動かし方してるやろなとか、あ、この時人はなんかハイハットこれぐらい高くして叩いてるなとか、なんかそういうところを盗んでいけるのが大事なんですね。だからただただ手順とかパターンとかをコピーするんじゃなくて、どういう叩き方をしたらどういう音が出るかとか、なんかそういうところまで耳コピーできるのがやはりこれは大事だなと思うんで、だから間違っても全然気にしなくていいんですよ。なんかニュアンスが近ければ、まあね、こうダダって止まるところやのに、ツッツッタツッツッタツってこう叩いてたら、まあ明らかにこう構成が違うんで、それはダメだよって言われるけど、例えばその、ちょっと手順が違ったとしても、まあコピーしたいドラマーさんの、まあ雰囲気をしっかりとこう汲み取って、で、その近いニュアンスを出せるように、スティックの握り方とか、まああのね、アクセントの付け方とか、なんかフォームとかね、なんかセッティングとか、なんかそういうのを試行錯誤してやっていけると、なんかより良い演奏がね、本当にできますね。だからそのパターンを完璧にコピーするよりも、ちゃんと完コピーできると思うんで、なんかそこまでのニュアンスをしっかりとコピーするっていうことが大事になってくると思います。だからまあその点では耳コピーした方がいいと思いますね。こう譜面買っていきなりパターンを練習するよりかは、曲をしっかりと聴き込んで、まあ奏者の人のね、その人のドラマーの、特徴まで全てコピーするっていうことが、自分の個性となってね、より良いこうドラマーになっていくと思うんで、そんな感じで、ぜひね、耳コピー頑張ってやってみてください。まず口で歌う。そして、叩く。まあ、基本ストローク、基本のストロークやルーディメンツを、体に染み込ませておく。そして、3番目は書く。っていう感じで、耳コピー、ぜひ頑張ってみてください。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。